大井の暮れの風物詩、東京大賞典、まもなくスタートです。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か。8番湘南なでしこが先手を取ります。12番アトミックホース、内を通ってスルスルとライトウォーリアが上がっていきました。9番ガジノプンテン、外から行こうというところ、ちょっと離れて。5番名称ハリオであります。各馬第1コーナーに差し掛かります。それからもう1頭、2番ノットルノ、そしてその後ろからサンライズホープ、そのうちに7番リンゾーチャネル。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー1番ゴールドホイヤー、その外ラッキードリームドスハーツ、その外にウシュバテソーロ、それから13番レッドガラン、宮城田王がそのうちにいます。もう一度先頭から行きますと、9番カジノフンテンが先頭です。そしてそのうちにライトウォーリア、その後ろでやりましょうか。8番湘南なでしこ、そして4番手に12番アトミックホース、そして1番人気の名称ハリオ、うまくいっているんではないでしょうか。そして内からは2番ノットルノ、サンライズホープ、内を通りましてリンゾーチャネル、ゴールドホイヤー。さあ一塊になりまして、第4コーナーをカーブ。先頭カジノフォンテン、足が止まった。ここからどう伸びるか。名称ハリオ先頭、三河本とカジノフォンテン、外から何が来ているのか。内バテソーロか。内バテソーロも追い込んできた。このまま粘れるか。カジノフォンテン、内バテソーロが差を詰めてきた。ずらーっと横に開いての激戦だ。レッドガランがかわした。しかしびっくりだ、なんとなんとレッドガランが1着。1着13番、2着5番、3着2番以上のように確定しました。12月の大井に集ったダートの強豪14頭、年末のダート王は果たしてどの馬か。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。先頭に立ったのはノットルノ、8番湘南なでしこ、外から行こうというところ。9番カジノフンテンが上がってまいりました。それから離されましてアトミックホース、名称ハリオ、ライトウォーリアがそのうちにいます。まもなく第1コーナー、それから1番ゴールドホイヤー、外を通りまして14番ラッキードリーム、リンゾーチャネル、それからウシュバテソーロ、サンライズホープがその後ろ、外を通って11番宮城田王。14頭、第2コーナー右にカーブを取ります。13番レッドガラン、その後ろでやりましょうか。ドスハーツ。もう一度整理しておきましょう。カジノフンテンが先頭です。これを追って8番湘南なでしこ、すでに 1000m の標識は通過。淡々としたペースです。ノットルノ下がって3番手、もう1頭アトミックホース、5番名称ハリオ、青い帽子が馬込みで入れています。まもなく第3コーナー、そのうち3番ライトウォーリア、そしてその後ろから1番ゴールドホイヤー、その外からは14番ラッキードリーム。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。先頭カジノフォンテン、足が止まった。外から懸命に湘南なでしこ、懸命に手を動かして、浜中と名称ハリオ、先頭意地を見せるか。ノットルノ頑張る頑張る。竹豊とノットルノ、内バテソーロ懸命に追う。内バテソーロが差を詰めてきた。内バテソーロが2番手1着ノットルノ。東京大賞典、勝ったのは2番ノットルノだ。勢いがありますね。1着2番2着6番3着5番以上のように確定しました。12月の大井に集ったダートの強豪14頭、年末のダート王は果たしてどの馬か。ゲートが開いて飛び出した。14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのは9番ガジノフンテン、湘南なでしこ、そして3番手にアトミックホースであります。それから2番ノットルノ、これと一緒にライトウォーリア、そして1番人気の名称ハリオ、なかなかいい感じ。それからもう1頭ゴールドホイヤー、7番リンゾーチャネル、
外から1頭、10番サンライズホープ。第1コーナー、右にカーブを取って、第2コーナー、ラッキードリーム、ドスカーツがそのうちにいます。そしてその後ろから、宮城田王、13番、レッドガラン、牛バテソーロ、これがしんがりであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然として、9番、ガジノフンテン、ゴールまであと1000メートル、これを追って、8番、湘南なでしこであります。12番、アトミックホース、そのうちに、2番、ノットルノ、そして5番手に3番ライトオーリア名称ハリオ青い帽子が馬込みで入れています。そのうちからは1番ゴールドホイヤー10番サンライズホープそれからもう1頭リンドーチャネル。さあダートの優秀たちが火花を散らす直線勝負。先頭行く緑の帽子はカジノコンテン名称ハリオまだ来ないのかまだ来れないのか。サンライズホープが差を詰めてきた。サンライズホープも追い込んできた。先頭三河本とカジノコンテンレッドガラン懸命に追う。このまま粘れるか。ノッチルの緑の帽子サンライズホープ先頭だ。一着サンライズホープ。東京大賞典勝ったのは10番サンライズホープだ。6番以上のように確定しました。12月の大いに集ったダートの強豪14頭年末のダート王は果たしてどの馬か。さあ飛び出した14頭ちょっと出遅れたんでしょうか。1番ゴールドホイヤーダッシュがつきません。さあ先行するのは何か。先頭に立ったのはガジノフンテン、そしてその後ろからアトミックホース湘南なでしこノットルノライトウォーリアがその後ろ、そして一番人気の名称ハリオうまくいっているんではないでしょうか。その外10番サンライズホープ14頭第1コーナー右にカーブを取ります。外から1頭14番ラッキードリーム7番リンドーチャネル宮城田王そのうちからはドスハーツ13番レッドガランそのうち1番ゴールドホイヤー第2コーナーから向こう流し一番後ろに牛バテソーロ。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。依然先頭ガジノフンテン、これを追って12番アトミックホースであります。そしてその後ろから湘南なでしこそれから2番ノットルノそして5番手にライトオーリアであります。これが一番人気の名称ハリオ浜中騎手この手応えはどうか。その外からは10番サンライズホープ14番ラッキードリーム。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。名称ハリオは5番手といったあたり。さあ先頭はカジノフンテンが2馬身リード懸命に手を動かして浜中と名称ハリオムチが飛んだ。浜中と名称ハリオムチが飛んでいる。名称ハリオこのまま粘れるか。カジノフンテン名称ハリオがかわした。牛バテソーロ届くのかどうか。一着牛バテソーロ東京大賞典勝ったのは6番牛バテソーロだ。6番、2着、5番、3着、2番以上のように確定しました。大井の暮れの風物詩、東京大賞典まもなくスタートです。東京大賞典2000メートル、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。3番、ライトオーリアが先手を取ります。9番、カジノフンテンが上がってまいりました。ノットルノその後ろでやりましょうか。8番湘南なでしこ12番アトミックホース5番名称ハリオ14頭が第1コーナーに向かいます。それから1番ゴールドホイヤーラッキードリームがその後ろ内から1頭リンドーチャネル10番サンライズホープそれからもう1頭牛バテソーロ14頭第2コーナー右にカーブを取ります。それからもう1頭11番宮城田王そしてその後ろから4番ドスカーツ一番後ろに13番レッドガラン。もう一度先頭から行きますと9番カジノフンテンがレースを引っ張るようになりました。そして2番手に3番ライトオーリア内を通りましてノットルノその外アトミックホースこれと一緒に湘南なでしこまもなく第3コーナーその後ろ3馬身くらいあって名称ハリオゴールドホイヤーその外に14番ラッキードリーム。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。
名称ハリオは6番手といったあたり先頭カジノコンテン、しかし差はそれほどでもない。懸命に手を動かして浜中と名称ハリオ、サンライズホープも追い込んできた、サンライズホープも追い込んできた。内からスルスルと名称ハリオ、これは激しいレースになりました。さあこのあたりでかわしたかわした、サンライズホープ懸命に追う名称ハリオ、名称ハリオが1着、あとは写真です。勢いがありますね。1着5番、2着2番、3着6番以上のように確定しました。